お主は天の座こと懇意にしている悪魔のようだな。ならば頼みがある。芝にある東京タワーと呼ばれる巨大な電波塔のそばに我が仲間がいる。その仲間と話し、我らの悲願を果たす手助けをしていただけないか。そうか、今は無理か。だが我は諦めぬ。いつまでもここで待とう。もしや気が変わったか。お主には我が仲間を助けてほしいのだ。おお、ありがたい。改めて言うが、我が仲間は芝に立つ東京タワーのそばにいる。仲間と会って助けてやってほしい。ぜひともお頼みいたす。芝に立つ東京タワーのそばにいる我が仲間の手助けをぜひともお頼みしたいのだ。仲間から連絡を受けている。お主が天の座こと懇意にしている悪魔でよいか。頼みというのは、ここに天の座子を連れてきてほしいのだ。理由を知りたそうな顔だな。よかろう。依頼するのだから理由も話すべきだろう。見ての通り、終わりゆくこの世は荒れ、我ら天狗の社会も立て直しが必要である。我らの王者となる大天狗が必要なのだ。そこで我らはこの地にあった人造魔人のムクロに視界の術を施して大天狗を生み出した。それこそが天の座子なのだ。だが目覚めた天の座子は、うちに秘めた猛気のためか暴れ、我らから逃げてしまった。だから我らは天の座子を取り戻すため八方手を尽くし、ようやくお主を見つけ出したのだ。さあ、理由は話した通りだ。では次はお主の番である。ここに天の座子を連れてきてもらいたい。それまで我はここで待つことにしよう。では向かおう。ここに天の座子を連れてきてもらいたい。我ら天狗の支配者になってもらうためだ。待っているぞ。では向かおう。天の座子を連れてきてくれたか。我ら天狗の未来の光を。さあ、天の座子を我らに差し出すのだ。全てはそれで済む。どうした、我らに天の座子を差し出せ。私、感動だよ、だよ。
しても渡したくないというか。ならば仕方ない、力ずくでも奪うのみ。こんなこともあろうかと石槌山法規坊に召喚していたとき借り受けたこの悪魔を使わせてもらう。見てよ、座王権現。イカズチよ。
行かず。
ヤクサの一
ラの雷撃。Yeah.
ということだ。三尊の力を合わせ持つ蔵王権現を倒してしまうとは。お主のような悪魔に守られる天の座を奪うことは我らにはかなわぬだろう。潔よく諦めるしかない。我らはこの件から手を引くことにしよう。もいなくなったし、生成したー。やっぱりあんたにくっついていて正解だったよね。ね、実はあんたを用心棒にしてたんだ。あれれ、ひょっとして怒った？怒った？それにしても私が探し求めていた半身運命の相手ってさ、あんたのことだったんだね。だってあんたの悪魔の部分は青髪っていう人造魔人なんでしょ。人造魔人を元にして私が作られた。だからあんたといると心地よかったんだ。運命の相手はずっとそばにいたんだね。これからは案内役とか用心棒とか終わり。だって一緒にいるのが運命だものね。ね、これからは私があんたを助けるわ。あんたの仲間になっちゃうんだから、今後ともよろしくは言わないよ。よっと思ったら仲間に空きがないじゃない。ここで待ってるから仲間に空きを作ってきてよね。ね、ねえねえねえ、仲間に空き作ってきてくれた？待ちくたびれちゃったんだからかなと思ったら仲間に空きがないじゃない。ここで待ってるから仲間に空きを作ってきてよね。ね、ねえねえねえ、仲間に空き作ってきてくれた？待ちくたびれちゃったんだからかな。
こと？